レベル5の力、甘く見ないでよね。会長、会長、君のおかげかな。私の実力見せてあげるわ。かまいたち参上。あんたがあげる、これで。あたしでも超天才。神魔絶滅症。貫け。待たせたな、任せろ。なんだかホワホワしてきた。あんたがあげ。待たせたな、任せろ。超天才。それそれ、行くぞ。しょうがしょう。逃げろ。あたしの実力だ。いや、あたし。さあ。お疲れ。あら、もうゲームする。あんたの相手。あたしの全力だ。まだやれるんでしょ。あたしとやり合って勝てると思ってんの。Thank you.
私の実力見せてあげるわ。健太郎の白状物め、一度ならず二度までもフィアンセの藁を自転車から振り落とすとはどういうことだ。お嬢さん、一体何の用だ。藁は急いでおる。お嬢さん、私に仕事をくれますか。仕事が欲しいです。 お主、自分がどうなっておるのか自覚していないのか。どこでガストリアにやられたかはわからないが、もう仕事はできぬのだろうな。わらわにはどうすることもできない。すまない。俺は仕事が欲しかっただけなのに、化け物に襲われて。こっちにガストリアがいる。早く。これ以上はやめとけよ。ホヒル先生、これ以上はやめとけよ。先生、沈黙を確認、撤収するぜ。感染した人間が街をうろついているとは。レンタロウ、ちゃんと仕事しておるのか。警察の網にかかってない奴がいるみたいだな。てか大丈夫かよエンジュ。怪我をしてもすぐ治るから大丈夫だ。お、そうだレンタロウ、タイムセールはいいのか。え、ああ、しまった。おいレンタロウ、またわらわを置いていく気か。待て、この白状の。よっしゃ、勝ったぜ。ヤッホー。おお、めったにない繁華街ステージだな。珍しい。まるで現実世界みたいです。現実世界にはこういうエネミーはいないよ。春雪くん、準備はいいな。はい先輩。では早速退治と行こうか。君の真意を見せてみる。今だ。あ、そこ、ここだ。やっは。でも止めます。レーザーソード。なかなか楽しめたな。これほど大きなエネミーを倒しても10ポイントしか入手できないとは。やはり対戦と比較すると効率が悪すぎるが、贅沢も言っていられない。とにかくやるしかないか、春雪くん。ねえねえ、そこの君。ねえってば。ん？私を呼ぶのは誰？ぬいぐるみが喋ってる！ちょ、なにこれ、夢？ぬいぐるみじゃないよ。僕はね、プリティスターの挑戦士、マク様だよ。プリティスターって、
星屑ウィッチメルルのコメット君と同じ種族だっけ。そう。あんた黒くない？コメット君とあんま似てないんですけど。あ、てか私アニメキャラと喋ってる。おお、もしやついに二次元世界に入る夢が叶ったとか。何を言ってるか全然わからない。僕はね、君の力を借りたいんだ。まさかイーブルスターを退治して地球を守るために。そう、イーブルスターは地球人の脳に寄生してダークウィッチを生み出している。新たな星屑ウィッチ、君が戦うべき宿敵だ。つまりこの私に星屑ウィッチになってほしいってこと？メルルみたいに魔法少女に変身してダークウィッチと戦えってこと？あ、そういうことだ。ほー、夢にまで見た人が今ここに。やるやる、絶対やる。ただのリアルな夢かもしんないけど答えは同じ。私らしくやらせてもらうから。お化け、スバルさん、みんな助けて。いけー、メテオインパクト。あたしってば超天才。それそれそれ、ヘディングスター。ショーのショー。あたしってば超天才。君かわいいね。どこから来たの？お名前は？妹だったりする？怪我は大丈夫です。私の名前は港友香です。助けていただいてありがとうございます。礼儀正しいね。友香ちゃん、私の妹になる？妹？ごめんなさい、私長女なんです。なんだ長女か。いやでも魂が妹ならいけるか。ごめん、考え込んでる場合じゃないか。私が家まで送ってあげる。また襲われたら大変でしょ。ありがとうございます。助けてくれたけど一緒に帰って大丈夫かな。だよね。甘い誕生。あんたの相手これで。オッケー、いけるわ。神魔絶滅症。よし、いけ。かまいたち誕生。あんたが相手。よっしゃ、オッケー。よし、あたし杖を見せてあげるからね。全力で行かせてもらうわよ。お疲れ。任せてください。あら、もうゲームセット？君たち、この人倒しちゃってよ。